新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、はい、ということで2018年やってきました。イエイ。そのマイクは何ですか？やっと突っ込んでくれた。突っ込み待ちますか？突っ込みちゃって、はい。で、2018年そういう風にしたいですかね？やっぱりそうですね、やっぱり人々に愛されるようにはすごい、いやほら、そうやってアーティストになりたいですね。2018年は噛まないとか、そういうなんか噛まない、噛まない、噛まないことを、じゃあ噛まないっていうか、噛む量を減らす、減らそう、うん、それが僕の目標です。そうですよ、噛むことを減らす、そう、はい、意味わかんない、いいじゃん、いい目標だよ。なんですね、ハヤトは、ハヤトはまあ、あれですね、なんだろうな、2018年はやっぱりあれですね、悟りとしてもっと上へ行くぞっていうことでですね、はい、今まで以上に3人で協力して、イロタスのみんなとね、こう仲良くして、仲良くして仲良くして、もう大きいステージに行きたいなって思ってます。イエイ。はい、はい、どうぞケイジ。僕はですね、やっぱいつも年末はね、名古屋に帰ってるんで、唯一帰るんですよ、名古屋に。なんで今年2018年の年末はもっとこう謙信大きくなったねって、こう親戚のみんなに言ってもらえるように、それに向けてまたこの1年頑張りたいなって。身長がってことですか？身長これ以上伸びる。はい、3月3日にですね、僕たちワンマンライブがあったりして、はい、2018年もね、どんどん成長していきたいなって思ってるんで、ワンマンライブみんな来てね。来てください。マイクを押すな。マイク好きなのみんな。2018年も悟り少年団をよろしくよろしくよろしく。